はい、本日は2021年の1月の11日、場所は博多駅前の都ホテルというところに泊まっています。今日は、博多に来てどういうことかというと、7つ星のクルージングに参加することができました。まあこれは、まあ、参加することができたのはラッキーだけであって、普通はもういっぱいでそれに参加すること、特に今コロナの影響で人数も応募の人数というか、まあ、組も限って募集されていますので、まあそこに、まあ、当選するということはまずはないほど、まあ、人気はあるんですけれども、今回急遽キャンセルが出たということで、参加することになりました。まあそこで、福岡まで、飛行機に乗って移動してきたわけですけれども、なんと入ったところでこういうものがあります。なんて書いてあるかというと、クルーズトレインセブンスターズイン九州オフィシャルグッズカタログ。まあオフィシャルグッズのカタログっていうんですけど、まあそれぞれにまあまあいろんなものがあっていろいろ楽しいんですけれども、まあお高いと、まあ、お高いのはいいんですけれども、そのお高いにはお高い意味があるので、まあお高いこと自体はいいんですけれども、これを明日の出発までに決めてもう渡しなさいと、申し込み書っていうのもこうやってあるんですけれども、こういう申し込み書に必要な数量と金額を書いて出しなさいと。そうすると買えると、ものによっては明日の朝出発までに出発とか博多駅のラウンジで渡しますっていうものから、まあ期日通りに送って配送で、現地ではもらえないけれども配送で自宅なりどこなり好きなところに送ってくれるっていうのがあるんですね。まあまあ素晴らしいサービスだと思うんですけれども、まあそれがまあ単価がそれなりにまあお高いと。はお高いには意味があるんで、それがお高いことを否定してるわけではないんですけれども、まあ普通の人はまあそういうことを言い始めると、七つ星のクルーズに参加するっていうのもまあ普通はないことなんで、そのこと自体がまあ有効なかどうか知りませんけれども、まあ自分へのご褒美という日本語もあるように、まあまあこうどういうことにお金を使うっていうのは自分が考える上でなかなか楽しい、まあ不謹慎な言い方ですけれども、このコロナの時代に不謹慎な言い方ですけれども、まあ個人的には楽しいお金の使い方かなと思います。まあ金額的にも安いものでもないですし、いろんなものがお高いで、しかもこのコロナの時期に人数を減らして、車両を、まあ言い方悪いんですけれども、まあクルージングトレインをまあ貸し切るような形なんですね。まあ貸し切るっていうのは、まあどういう運行の仕方をしても、まあ貸し切ると言ってしまえば、まあ貸し切るような形になってしまうんですが、まあそれを一人で一編成の列車を貸し切るわけではないんですけれども、まあごくごく限られた人数で一編成の列車を貸し切ると。でその列車を運行するためには、まあ JR 九州さんがまあいろんな手を尽くして、スタッフも手を尽くして、でこのコロナという状況の中で最大限のなんていうんですかね、待遇ではないですね、サービスというか、おもてなしをしてくれると思うんですけれども、まあなかなか楽しみの第1日目の夜です。福岡か、東京からフライトで福岡に移動してきて、晩ご飯を食べましたと。でここは博多駅の前の都ホテルっていうところなんですけれども、まあこんな都会のど真ん中でスパが楽しめるということなんで、ちょっと今からスパに行ってきたいと思います。それじゃあまた後ほど。